こんばんは。ここは。こんばんは。お疲れ。こんばんは。パンダ。お疲れ。明日手伝いきます。お、いいですね。裏山です。流れ星ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。お疲れ、かわいいでしょ。そうかわいいかなと思って定型文にしちゃいました。飛行機の隅っこ暮らしちゃん、ありがとうございます。こんばんは。寝落ち寸前でした。お、セーフセーフー、超絶セーフだ。ここは確かに今日9時からやるの久々な気がする。いや、そんなこともないかも今日はいきね、うん、結婚してお断りですありがとう。レインボースターありがとうございます。ハートありがとうございます。ガチャガチャ隅っこ暮らしありがとうございます。30日も公園行くんですか。めっちゃ公園行くじゃないですか。お風呂上がりですよ。今日もまだお仕事。最近派手にやっちまった出来事はある？派手にやっちまった出来事はないですね。多分。こんばんは。21時から。流れ星ありがとうございます。こんばんは。数分後寝てそう。流れ星ありがとうございます。今月5回当選しました。うん。すごい強運の持ち主だ。もう明後日です。明後日みかんの剥き方、キャー、ハートありがとうございます。ここは、ん、生もじみじまんじゅう届いたの。いいないいな。ここはまだ食べたことないやつ。ハートありがとうございます。じゅう、ありがとうございます。お疲れ。ここは、そうです、パンダ絵文字固定にしてますよ。やっぱりコメントをまあ初めて見に来た方がいるとして、まあ、初見のコメントって結構悩むと思うんですけど、パンダだったらまあポッて押してコメントしやすいかなみたいな、そういう感じですね。みかんの剥き方は DMM でも配信されるらしいです皆さん情報。ペロペロキャンディありがとうございます。みかん行きたかった、来てほしかった。ハートありがとうございます。配信で楽しみます。お、ありがとうございます。結婚してお断りです。ありがとうございます。10、ありがとうございます。 STU のメンバーに持っていくように教えたのココハちゃんとか。いや、私つながりないです2.5 期生ぐらいしかつながりないですなので生文字マジ持っていけたか教えてないですえ、も持ってったんですか。そうそう、とりあえず絵文字押しちゃってくださいみたいなね。流れ星ありがとうございます。お、めっちゃたくさんありがとうございます。そう、初見さんの対応です。ハートありがとうございます。いいね、広島。ここは DMM ぜひ。キツネキツネDMM でじゃあぜひ当選、違う、現地劇場来れない方はぜひ DMM で見てください。こんばんは、初見コメントありがとうございます。 2.5 期生は同じスクールの子なので、徐々にココハちゃんに会えるのが伸びていく。ピエンピエンガチャガチャ隅っこガチャガチャありがとうございます。多分ココハハートありがとうございます。楽しみ、日曜帯え、生もみじまんじゅうココハも食べたいんだけど食べたいよ。
誰かご飯には持ってきてくれないのかな。うん、オリズタワー行きました。どうでしたか。どんなんでした。オリジュルタワーのここはクレープが食べたいんですよね。19日楽しみですね。ちょっとね楽しみ。どんな流れかをちょっと分かったので、流れちょっと楽しみですね。こんばんは。12周年おめでとう、当選しました。すごい。おはようございます。一生会えない気がしてきた。それはないね。会えるよ。会いたいと思ってたら会えるんだよ。こんばんは。名古屋っていうのがあるの。 SK モバイルの動画見たよ。え、あの制服のやつですか。 SK モバイルの動画ってなんだ。いつも情報を知らなくてごめんなさい。はた、ありがとうございます。 SK モバイルの動画、あれかな、あれかなっていうのはあるけど、あれなんだったろう。名古屋まんじゅうっていうのがあるんだ。うえー、はた、ありがとうございます。ゴールドライブのオープニングアクト出演していいですか。19日わかんないです。衣装私服わかりません。おままでってくれてありがとう的なやつ。え、なんかあれですか、質問答えてたやつ。流れ星ありがとうございます。12期メンバー楽屋裏の時のやつもあるって。ご飯のとこ、うれしい。あのね、そうめっちゃ嬉しいの。ご飯、なんかご飯食べた写真送ってくれるとかめっちゃ嬉しいの。だってさ、お昼ご飯の時にさ、ご飯のこと思い出してくれてるってことじゃないですか。めっちゃ嬉しいんですよ。なんかあの日常的なご飯とか写真にご飯のハッシュタグをつけてくれてるのめっちゃ嬉しいんです。ハト、ありがとうございます。ココハッピーやほん、ハトたくさんありがとうございます。流れ星ありがとうございます。ココ、え、なんか質問答えてた動画ですか。質問は答えてない。おばめ撮ってくれてありがとう。こんばんは。質問答えてたやつかな。ボム今日見ました。ありがとうございます。どうでしたか、ボムさん。鬼まんじゅう食べたことないです。食べたい。ボムさん撮影していただいた時、お餅のお話をした。カメラマンさんと。うん、ご飯ポストしてください。 SK ポーズ、そう、私はそう、ある楽曲の公演曲の楽曲のポーズをしました。ボムさんではいや、めっちゃ好きでその曲が、いつか披露したいなみたいな思って。そう、でもなんかあんまり考える時間がなくて、急にちょっとエスケープっぽいポーズ一枚撮りますみたいな。で、エスケープっぽいポーズみたいな。で、バンザイヴィーナスやる人結構多いだろうなって思ったから、あのやらなかったんです。そしたらやっぱり多かったからよかった。セーフ。食事の時にココアちゃん思い浮かべたら可愛すぎてご飯が喉を取ります。またまたうまいことを言いますね。こんばんは。リクアワの定点、え、ココアどんなこと喋ってました。全然、いや、でも覚えてるんですよ。そう、カキレナと映ってたって聞いて、そう、カキレナとカメラのとこ行ったのめっちゃ覚えてて何喋ったっけ。初見です、フォローありがとうございます。そう、他と被らない方がいいなと思ったから、高度な情報戦、確かに情報戦を制しました。
バンザイヴィーナスは、うん、多いだろうなと思って、そう時間がねずれて撮影してたんですよ、そう順番に、だから多いだろうなと思ってね、それ本当にめっちゃ笑ったんですよね。恋恋がさ、なんかそう 誰かが X で切り抜きしてたのを見てココハは知ったんですけど、その恋恋のね好きな食べ物がねマカロンなのにさマカロニになってたっていうのをさ、そう切り抜き動画で知って、いや本当に面白くてもう一生笑ってて、あのまあなんか なんていうの似たようなものだったらいいじゃないですか、甘いつながりとかだけど、マカロンとしかもマカロニ好きな人って聞いたことないじゃないですか、マカロニの何みたいな、え、ま、酢マカロニみたいなめっちゃ面白くてもう一生笑ってましたね。いや いいですよね、でもマカロニ好きな人とかいないからさ唯一無二で、私の好きな言葉の唯一無二ね、マカロニ本当に面白い、マカロニ好きです唯一無二、ココハが好きな四字熟語、唯一無二、いやそう本当に面白いマカロニでもボムさんの掲載されてるアンケートはなんていうのスマホとかじゃなくて紙で答えたんですよ、文字で。でしかもそれを答えた時が机とかなくて空中でみんな書いてたんですよ、だからなのかなって思ったりなんだりわかんないけどね。10周年くまちゃんありがとうございます。マカロニ美味しいけどさ、マカロニを好きな食べ物にあげる人ってなかなかいないじゃないですか。そうマカロニサラダとかさ、グラタンとかならあるかもしれないけど、ミニモニも好きですね、四字熟語。ご飯なんかそうご飯も見たけど、そう机あのね、そうみんな空中で書いてたのよアンケート 100%? ハートありがとうございます。いや面白かったね前代未聞ですね、マカロニとマカロンの訂正をツイートするっていうの。向こうは見てないけど、その遅くなりました、待ってました、ハートありがとうございます。いいですね、そういう間違いは大好きです笑わせてもらった、いい幸せでしたハートありがとうございます。結婚で、あごたありです。そうですよね、美味しい間違えられ方本当にそう、流れ星ありがとうございます。そういうのいいよね、ご飯もいつかなんか間違えられるかな、お餅がなんかにここはハートたくさんありがとうございます。大きな括りだと一緒、マカロンとマカロニそうでしょそっか、マカロンってかあんま食べないんだよね、女の子って感じするよね。Perfume さんでマカロニっていう曲があるんですね、それは好きだわね。挨拶する前にお断りしちゃいました、ハートたくさんありがとうございます。ココハキャンの推しメンの ST のメンバーの方ってパセリってさんって、あそうです、そうのパセリさんっていうあだ名の方です。マカロニ業界のアイドルマクロンは大統領もう結構違うのよ、マカロン、マカロン食べたいねマカロン食べたいね。お菓子作りさ、レナとか得意だからさ、ちょっとマカロン作ってくれないかななんかコンビニとかでも食べましょう、マカロンって言ってるじゃないですか。でもココアはマカロンだったらちょっとチョコとかピスタチオとかしかあんま食べたいってならないから、
誰かとシェアしたらいいのかな。コンビニ売ってますよね、でもマカロン。どこのコンビニでも売ってるのかな。ピエール・エルメン・パリのマカロン、え、なんか高級そうじゃん。あ、来月生まじまじ、ぜひぜひ。ここはも食べたことないけど。恋子推しの方、マカロン、マカロニ振るの。着払いではちょっと勘弁します、勘弁。早間にあるんだ。いや、高いですよね、マカロンって。ここはね、チョコのマカロンだった。誰かじゃあ作ってくれないかな。お菓子作りとか。着払い嫌です。いいなんて一言も言ってないです。てか、まず着払いだったら届かないんじゃない、ここの元に。着色料、本当に美味しいマカロン、いつか食べてみたいですね。何も作りません。お菓子何が好き？そういう系のお菓子、洋菓子的なことですか？洋菓子系だったら、なんだろう、フィナンシェとかかな。あんまり食べないんだよね、洋菓子系。クッキーにハマってた時期もあるけど。初見コメントありがとうございます。配信作ってよ。オーブンないからな。電子レンジあるけどオーブンないからな。値段の割に合ってない。そう、フィナンシェは、そう、フィナンシェとクッキーは一時期ハマってた時期がある。洋菓子食べないんですよね、ここは多分。ネギやばい。お疲れ。こんばんは、初見コメントありがとうございます。流れ星ありがとうございます。ブルボンのお菓子、ああ、あのプチプチっとなんちゃらみたいな。あるやつか。配信では何も作りません。ここは和菓子は、でも和菓子もそんな食べないですね、やっぱり。あ、柏餅とか食べないですね。フィナンシェとマドレーヌってちょっと違うんじゃない？僕はもうちょっと違い分かんないけど、ちょっと違うんじゃない？形は違うよね。だってなんかフィナンシェは長方形みたいになってて、マドレーヌはなんか、まあ丸みたいな。なんか違うのかな、確かに味は同じそう。詳しくないから分かんないけど、ちょっと違うのかな。10ありがとうございます。流れ星ありがとうございます。普段食べてる何が好きって、確かに。あ、まあ確かにお団子は好きですね。あんまり食べないけど。こんばんは。日曜日の何色のサイリウム、ココハのサイリウム振ってくれるんですか？黄色と青と緑です。ココハの振ってくれるんですか？めっちゃ嬉しい。フィナンシェ周り硬いの好きだったら本当にファミマのおすすめです。そう、形違うけどさ、違うのかな。味違うのかな。材料が違うとか。でも形が違うだけで名前って変わらないよね、多分。ご飯何食べた？今日は鮭食べました。そう、鮭なんか魚食べたくて。そう、目つぶって、確かに目つぶって食べたら分かんないかも。何が違うんだろう。分かんないよね。魚好きなんですよね。広島に住んでた時は毎朝食べてたんですけど、魚。そう、好きだけどあんま食べないから、食べたくなっちゃって。食べました。
あ、やっぱ食感の違いなんだ。サクッととしっとり。材料一緒なのかな、焼く時間が違うみたいな。そうです、ココハは清楚です。ひなしは卵の卵白のみを使用し、アーモンドパウダーを少し加えて。私広島県出身です。今も名古屋に住んでます。魚釣ってきてあげたい。釣ってください。やっぱサーモンとか釣ってきてほしいですね。タラ、タラいいですね。マダイのお寿司いいな。目つむると夜を引く感じる。そうなんだ、魚好きなんですよ。マドレーヌは、あ、じゃあフィナンシェは卵黄使ってないんだ。あ、ベーキングパン、あ、じゃあ割と違うのね。ブラックサンダー、至福のバター、美味しそう。ここは日曜日のイベントだし、お、来てくださるんですか。いつも、あれ、あ、西妙さんの男女1位とかにいる方ですか。違うかな。え、魚さばけないです。魚さばけないです、私。こんばんは、ちゅう、ありがとうございます。魚さばきません。さばいたことないですね。ひなしや焦がしバター、混ぜれない。結構違うんだ、同じ味とか思ってて、ごめん。日曜日仕方ないから DMM で、うん、お願いします。サーモン取るのは確かにパンダじゃなくてクマ。動画でよく見るからの。そういうのありますよね。でも動画で見てたらなんかじゃちょっとはできそうな気がする。でもココハのお姉ちゃんさばけるんじゃないかな。いや、わかんない、嘘かもしれない。スーパーで安いの買うとさばくしかない。いや、ココハもちょっとまあ魚高いからなんか安くなってるやつ買いました。お疲れ。ねえ、さばけるのでもすごいよね。今目を閉じるとココハちゃんの可愛いお声が聞こえますが、可愛いお声見れない寂しいですね。あ、嬉しいですね。ただいまなんとか、何、ココハ三枚おろしとかしてみたいね。あ、でも、あ、そういえば高校生の時に調理実習でなんだっけなんだっけ、え、おろしたことあるわココハ。でもなんか大名おろしみたいな、なんだっけ、結構身が結構割と残るやつ、大名おろしだっけ、なんだっけ。そういう感じのやつのおろし方だったけど、え、わ、おろしたことありましたココハ魚。西村さんの壇上。ちょっと見ますね。料理系 YouTuber 見えないかも、見ないかも。見ないかもしれない。なんか昔見てたんですよ、食撃の相馬の再現レシピするやつとか。食撃の相馬とかも好きで再現するやつとか見てたけど、最近見てない。そういえば日曜日は画面の前、あ、嬉しい。切り身でしか買った、いやでもそれが楽ですよね。え、そう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 、大、なんていうんだっけ、大名おろしじゃないっけ、なんだっけ。なんかそう、すいません、充電が、すいません、すいません。ここは、泣きながら今からご飯です。あ、そばの服が吹き飛ぶやつってアニメでも再現されてるの。うん、再現されてます。瀬戸チャレ、あー、なんかそれ再現レシピとかさ、めっちゃ見ちゃう。いや、なんかさ、逆にさ、アニメ見たことなくて、でも再現レシピで知ったアニメとかもある。見てみたいなって思ってるのが、そのなんか
なんか大きい狼みたいな連れてる人がとスライムみたいな連れた人のアニメそのアニメ見てみたいなと思った。再現レシピしてる人からそのアニメ知って、大名おろし合ってました、名前すごくない？もう1年2年前ぐらいの記憶なのに合ってたのすごい。お疲れ。高校生の時の調理実習めっちゃ楽しかっためっちゃだ、調理実習って楽しいですよね。水色のだるまありがとうございます。大名になれるやん英国は測んないですね、目分量ですね全部。確かにここは記憶力いいかもしれない。そうそうそう、なんか転生系だった気がする。でなんか大きい狼みたいなとスライムみたいなの連れてて料理するやつ、あれめっちゃ美味しそう。もう JK じゃないですここは記憶力いいかも。調理実習好きだったななんかさ、水深っていうお店って広島にしかないのかなそういうことじゃない、水深っていうお店って全国どこにでもありますか？じゃあ天スラじゃないかも、天生系だけど多分じゃあそれじゃないかも。結構がっつりアニメ、あがっつりアニメじゃないがっつり料理のアニメ、あ水深って広島だけなのかなっていうお店があって、そこの方が来てくれて、ようにいい心ですやりました調理実習。あのね、なんかね、なんだっけ、中華料理の蒸し鶏みたいな鶏肉のやつめっちゃ美味しかった。なんか水深の人が来てくれて、あ広島だけなんだ、広島だけだって、広島料理専門店、うおえ広島だけだって。そうそう、この人がね来てくれてね、やったんです調理実習。それがめっちゃ美味しかった、やっぱ違いました本場のとか言って、本物の料理は。バラありがとうございます。そう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 、作りましたちゃんと作りました、ちゃんと作りました。そう、店の人が来てくれたんです、高校生の時。美食伝、あ食べに行ったことあるんだ。あそれそれそれ、とんでもスキルで異世界なんとかなんとか放浪飯スライムと、そう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 、そのアニメ見てみたいんですよ。なんか再現レシピの動画が回ってきてからそのアニメずっと見てみたいなって思ってるんですけど、ネットフリックスやってなくて、そうだから見れないんですけど見てみたいなって。ハートありがとうございます。釜飯が美味しいんだ。ご飯はその時は中華を作りましたね。2回来てくれた記憶があるんだけど覚えてない。そう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 、水深、そう付属の料理専門学校もあるんです。そこに行った友達とかいました。ここは一人だけいましたそこに行った友達が。そのアニメ見てみたいんです。やっぱアニメ見るなら U-NEXT が一番多いのかな。何がいいんでしょうね。転生したら、それは分かんないわ、それは見たことないか。水深、そう結構なんかいろいろあるんですよ。
詳しくないけどね。みかんで調理実習してファンに食べる。わ、そういう機会があれば全然。狼の声優さんは配給の沢村さんと一緒。そうなんだ。アニメ無料じゃないでしょ。どこで無料で見れるの？Unext はそう、作品数が多い分高いんですよね。で、私はネットフリで、アニメ少なめな気がする。めっちゃホームページ10ありがとうございます。ココハは無料なのに、どういうこと？東京ミックス、あ、Hulu なんだ。 Hulu はさ、なんか結構ドラマとか充実してるイメージ、なんか Hulu でみたいなよく言ってる気がする。コメント星になりがち本当にでもネットフリーも結構好きですね。見たい映画とか結構やってくれるから。あ、アマプラね。何が一番いい？アマプラ、でも確かにアマプラの人も結構多い印象あるわ。本当にほとんど欲しい。推進、え、2番目に安いの？ご飯もなんか高そうなイメージだったけど。アマプラ、アマプラ多いですね。あ、そっか、なんかアマゾンプライム会員だったらなんか早く届いたりするんだっけ。ホームテレビあ、それめっちゃ一石二鳥だ。 D アニメスト、あ、それもあるよね。買い物メインで、めっちゃお得アマプラ。気づいたらなってた。大丈夫なのそれって、生きてると勝手に入ってる。あ、そんな感じなの。大丈夫かなみんな。お金吸い取られてってない？大丈夫みんな。いつの間にかとか、大丈夫かなみんな。ここはお疲れ。あ、無料で入って抜け忘れて、なるほどね。解約忘れないでよ。アマプラ、でもこれそんなアマゾン頼んだりしないから。でもあれなのかな、入ったらやっぱさ頼みたくなっちゃうのかな、送料無料だしとか思って。うん、あさって配信やりますね、見てください。アマゾン頻繁に使ってるといつの間にか入ってる。本当に大丈夫？DMM 解約しました。解約しないでくださいよ。3日後みやびちゃんの誕生日、30日だっけみやびちゃんの誕生日って。3日後、3日後なの？ココハの沼ぐらい、わ、嬉しい。毎月500円で見れるの？動画とかも？で、送料無料なの？そうなの？ 500 円とかなの？あ、確かに CD とか雑誌とかもさ、Amazon で頼んでる人はさ、めっちゃお得なのかな？やっぱ便利なんだ。あ、ビーム20日か。ってことは今日って何日？ 3 日後とか18とかってこと？なんかさ、早くない？待って、もう11月終わりに近づいて、後半もう、この間11月になったんだけど、めっちゃ怖いんだけど。今日17日、怖っ。怖っ。12シムク侍11月って31日まであるよね。2シムク、怖っ。あ、30日、あ、西向く侍って11も入ってたっけ。怖っ、めっちゃ怖いんだけど。怖っ、11月終わっちゃうんだけど。30までだった。あ、侍が11か。西向く侍覚えててもさ、それ覚えてなかったら意味ないよね。使えないんだけど。
侍は何だと思ってるんだ。本当にそう。え、怖すぎるんだけど。アイドル関係だけで月に7000。おー、わお。東向くん確かにね。西向く侍便利ですよね。あれをやってる時に覚えました。計算、ビジネス計算とか普通計算とかやってる時に西向く侍を覚えさせられました。結婚って断りですね。え、お披露目とかこの間だったのに。あ、そういうこと。10と1で侍。そうなんだ。西海音も便利です。それはそうだ。そうそう、とっさに何日まであるかって便利だけど、ココハみたいに侍を何か分かってない人もいるので。一瞬ココハちゃんの横顔も可愛くて好きです。ありがとうございます。メールだけで5000以上になり解約しました。わお、すごいですね。わお、侍ってそういう意味だったんだ。私が学生の時に知りたかった。まあでもその当時はちゃんと覚えてたから大丈夫だと。メールだけで。ここで会いません。ママママママカロニ。確かにいろんなグループをしてると、そうか。そうですね。楽しなれさみくん。すばら。スバラ、スプラカス。SK ココハのみ、ありがとうございます。楽しの愛も DD の愛も私は受け取ります。握手券は上限がないから怖い。いつかさ、でも握手会とかさ、ガハも握手しに行く側とかも行ってみたいな。自分がするのも楽しみだけど、他グループはさすがに、いやそうですよね、絞らないとって思っちゃう。12期ちゃん、おつむちゃんしか。本当に本当に。でもさ、覚えてるよ、トーク会の時にココハとなんかサラちゃんも言ってたよね、行けなくてごめんねって。お侍ちゃんとかいう芸人わかんないな。 DD に優しくないですよ本当はね。こんばんは。ジニココハだけだから俺ピー。おかしいな、 SK と他にほぼ ST だけなら名人が12以上。すごーい。こんばんは。推しが DD なきゃ。え、それってココハのこと、推し認定ありがとう。12期はココハちゃんだけです。嬉しいです、嬉しすぎます。この喜びをどう表現したらいいのか。そう流れてきちゃってね、もともと推し、もうそれはね、もうお仲間に入れてくれてありがとうございますという気持ちです。 AKB ではメール48もすごい。 DD じゃれない一生見てません。こんばんは。あ、でも DD じゃないよね、 DD ではない気がする。なんかドキドキしてきました。 DD になったことないです。でもそうですよね、楽しい。こんばんは。あやめちゃんだ、つつやめちゃんだ。ちょっと推しが多いだけですね。そうですね、そうですよね。DD 認定されました。
ックグループ自由に生まれてほしい。すごいな、すごいな。 DD 割り倒しげさんに、あ、まあ、そういう考えはいいですよね。10分単位で教える、それはすごいな。いやでもいいですね、いろんな人に愛情を注げるということで、ポジティブ変換、ポジティブ変換得意かも。ここはあ、何人取ったらお得だよみたいな、なるほどね。そういうの、まあ、ちょっと髪伸びとかも加入と同時ぐらいに切った。加入違うね、初めて12キットの顔対面、顔対面じゃない、顔対面じゃない、顔合わせの日の前々日ぐらいに肩ぐらいまで切った。こんばんは。安心した。伸びるの遅い方だと思ってたけど早いの。でもどれぐらいだったか忘れたな。ちょっと内巻きにしてて肩ぐらいだったから、そんなに伸びてないのかも、分かんない切るなら今だと思って合格してから切った伸ばしてたんですよ、髪、髪伸ばしてたけど切りましたね。伸びるのはいいのかな。そうでも本当に結構ロングがね好きなんですよ。うん、ハッシュタグついてるのしか基本見てないけど、なんかたまに流れてくるから、そう見ようとしてなくても髪の確かに、まあ、まあまあまあそうかもしれない。でもどうなんだろう、あんまり考えたことなかったな、自分が髪伸びるのどれぐらい。え、そう、ロングが好きなんですよ、普通にロングが好きなんですけど、そうな、切りましたねちょっと切りたい欲が出てきて、なんか僕はずっとバレーボールやってたから、伸ばせなかったんですよ髪を。そう、伸ばせない状況にあると、伸ばせる状況になった時に伸ばしたくなるっていう。だからもう約7年間ぐらいさ、もうベリーショートだったんですね。だから伸ばしてたんですけど急に切りたくなっちゃった。桜坂の村山美優ちゃんを見てちょっと切りたくなっちゃって、やっぱ研究生は髪型変えれないから、ちょっと今のうちに切っとこうと思って切っちゃいましたね。そう、ポストはね流れてきちゃうんですよ。ここは自主登録ありがとうございます。そうそう、ないものねだりなの、ずっと伸ばせなかったから。バレーボールみたいな髪型かは分かんないけど本当にベリーショートだった。でもこれぐらいのさ髪の長さになってみてさ、楽だなとは思う。ここはなんかこの長さでもさ、ドライヤーめんどくさいなとか思っちゃうから、ロング向いてないかもしれない、もしかしたら性格上性格上向いてないかも、ロング。どういうこと、何が、何が向いてないかも。めっちゃ楽この長さ、なんか結べるし、下ろせるし、結べる、でも結べるぐらいがいいかも。ダンスレッスンの時とかはやっぱなんか周りに髪ない方が楽だなって思うから。好きになるアイドルはロングとショート、
どうだろう、わかんない。でもめっちゃロングの人はいないかも。これぐらいかもみんなこれぐらいかもしれないね。ロング大変そうだよね。そうだから自分には向いてないのかな、ロングって思うこれぐらい長さめっちゃ楽かもしれない。お疲れ。へえ、本当にでもこれぐらいかも、自分が好きになるアイドルみんな。いやでも本当バラバラだわ、髪型はあんまりあれかもしれない。ロングはやっぱなんか可愛いなって思う、女の子って感じで。出張なんで部屋のテレビココちゃんお映しにしてますイエイイエイ。私はなぜかボブの人が多いから好きなんか、うん、いいですね。ボブ、ボブいいよね。ハートありがとうございます。ショート派、ショートもいいよね。髪型に共通点なさそうでした。いやー確かにココアも髪型に共通点はないかもしれない。いや推しがさ、のどんな髪型してても結構可愛いもんね。だってこんばんは。長いとアレンジが確かにね、まあそうかもしれない。ココアちゃん今までの推しの子と違うタイプ嬉しい。ボブかチョイロ、セミロングみたいな。でもココアもそんな感じかもね。本当にそうなんです、それは正解。そう、推しがどんな髪型でも可愛い。そう、その時の、そうそうそう、確かに違うタイプ。あれココア新種、ココアもしかしてなんかみんなの違うタイプってことは、ココア新種もしかして新種ですか私。ありがとうございます。他の子の見に行こうと思ってつい見に来ちゃう。え、嬉しい、イエーイどんな髪色でも、髪色でも髪色でもいいねってな。ですよね。アシュアシュアシュって何スポンジ語れる人初めて見ました。まあ確かにショートにしても彼女です。おお、いいですね。一応1月卒業してまだ昇進状態だったりします。ここに新たなが12期生。そうよね。いつかアットマークの後ろがかわいい。ありがとう。スポンジ語る系アイドルは初めて。まあ確かにね、それはココアも見たことないかもしれない確かに確かに確かに。10時になったら教えてください。で今日さ、そんなに寒くないくない激寒じゃなくない今日って。おたたまに交換してる人、うわ嬉しいね。影響とかも嬉しい。48分ありがとう。雨の、え、ですよね。なんか今日そんなになんて思った。あ、でもあったかい格好して外出たからっていうのもあるけど、なんかそんなにかなって思った。うん、うちわのコピー嬉しいね。いや、うちわとかも、いや、ここはうちわとか作ったことあるんですよ。推しメンのうちわとか、それをさ自分が作ってもらえるって考えただけでもワクワクしちゃう。明日冷えるっぽい、嫌だな。また20度まで上がる日があるらしい。もうやめてほしいね。寒いなら寒いでもういいよ。なんかそうやって気温で遊ばないでよ神様って感じそう、ほんとはっきりしてくれよって感じ。でもさ、雨の音を部屋の中で聞くのは好きだから、ちょっと今日良かったね。怖いね、冬が来るって冬布団
怖い、寒くなっちゃう。いや、足首が寒いんだよね、いつも。そう、雨はめっちゃちょっとあんま好きじゃないんですけど、部屋の中で雨の音聞くのは好き。確かに体温さ、そうだよ、太陽さん体温調節して。セイタの DMM 見てないです、見れない、あの DMM 見れない、 STU DMM 見れない、見たい見たいけど見れない、見たいんですけど見れません寒いの以外は冬しかも、確かにここはもう朝出れません。な、毎日鍋いいですよね。雪見てテンションはあんまり上がらないか。うん、パスリさんはセット遊びました。いいな。いや、ユミミさんからの手紙もさ、ここはちょっと見たいんですよね。結構全体的に見たいんですけど見れないよ、見たいよ。毎日鍋でいいって思ってる、ここは。そうしようかなってちょっと今思ってる。だからいろんなさ、鍋のあれ買おうかなって思った。文化の違い、そうなんだ、やっぱ違うんだ。アカウント貸しませんちょっと貸して契約するしかいつかは契約します、本当に。でもいつかは契約しますよ、見たいのでそう、一人鍋の素とかあるからめっちゃ助かる。そう、パセリさんのハートありがとうございます。鍋のでも大きいやつあるじゃないですか、鍋あるじゃないですか、普通に大きいやつ。なんかあれに比べたら一人用は味の種類がまだちょっと少ない気がする。そういう気がしませんそんな気がしません、フラストレーション。そうですよね、やっぱ SKA の曲もやるからいいですよね。僕はもうめっちゃフレストレーション好きなんですよ騒げ騒げ、えぐいダメージ食べないよ何か。パセリさん、パセリ好きなんですか。好きかどうか分かんないけど食べるって言ってた、ちゃんと。でもここはもうやっぱ押してるからちゃんと食べますね。パセリとかあったら、添えてあったら食べますね。赤から辛いの、辛いのあんま食べないんですよね私。キューブ型、結構種類あるんですか。なんかね、ホコハのママはごま豆乳鍋、ごま豆乳だったっけな、が好きで、そう、広島に住んでる時の冬は、去年の冬とかはもうね、ずっとそれだったけど、それちっちゃいやつない気がする。いろいろ種類あるのかな、もうちょっと見たら。ここは10ありがとうございます。26歳、あ、近いんだそのつながりで近い年齢ということがココハちゃん知れましたごま豆乳鍋、あ、好きなんだ。ゴードライブ行くの、いいね、無事帰れますように豆乳にごま混ぜる、確かに帰宅中のだけかい食べな食べな。あ、熊崎さんと同い年なんだ、お母様お母様。
でもさ、ココハはさ、あのオーディションのさ、受けれる最年長でさ、オーディションも受けたからさ、年上の後輩が入ってくることは一生ないよね。一時的に女の人、えー、うわ、豚汁いいな、豚汁めっちゃ好きなんです、私豚汁めっちゃ好きなんです。でもさ、なんか豚汁って具材がいっぱい入ってるとこがやっぱいいじゃないですか。だからなんか一人暮らし豚汁なかなか作らないかも。20、若いですね。マキコさんとね、ヤコが一応18歳で。年齢制限なくなることあるんですかね。豚汁さつまいも美味しいですよね。ココハちゃん若いですかね。ココハちゃん18歳って若いですかね。マリンちゃん、え、マリンさんって豚汁好きなんですか。ココハもめっちゃ好きなんですけど、松屋の豚汁が好きです。駐車場、あー、満車で開けました。松屋の豚汁美味しいんだ。豚汁好きですね。え、モロタンさん豚汁大好きなんで、ココハも大好きなんですけど、豚汁やだ、共通点ありすぎてどうしよう。118歳ですか。あ、若い、ありがとう、若い、ありがとう。刺身の妻は入れないです。え、カツヤの豚汁わかります。なんかココハの妹がカツヤ好きで、たまにあの帰りとかに、ココハ広島にいる時は週5でね、送り迎えをしてもらってたんですよ、お母さんに。でたまに妹が一緒に迎えに来てくれて、帰りにカツヤとか、好きなんですよ妹カツヤ、だからカツヤ行くこと結構あったんですけど、絶対豚汁食べてた、ココハカツヤもう豚汁大好き、本当に運命感じちゃう。もはやもろたんじゃん、それはないかも。あ、ありがとうございます。え、豚汁の話ココハもしたいな。豚汁大好きなんです。天ぷら好きです。豚汁にラー油入れないわ。流れ星ありがとうございます。大根激安なの。豚汁飲みたいな。豚汁いいよね。え、わかる、味噌汁を毎日飲んでます。英国はもう豚汁定食食べてました、よく。そう、味噌汁毎日飲んでるんですけど、やっぱ豚汁いいですね。飲みたい。そう、確かに野菜取れるのいい、あんなにさ美味しく簡単に。豚汁飲みたくなっちゃった。え、豚汁の素とかあるんだ。あ、もうちょっとで10時、ありがとうございます。汁系の汁、汁系の汁汁系の汁。あ、安い、安くなってきたんだ。ぶなりか買ってくるの忘れたら、豚汁じゃない、そう、豚汁とご飯だけで本当に成立しちゃう。こんにゃく、こんにゃくいいよね。じゃあそろそろ終わろうかな。うん、結婚してお断りです。ハートありがとうございます。そろそろ終わりたいと思います。うちは楽しみにしてます。それではお疲れ様です。おつ、配信ありがとう。こちらこそありがとう、ありがとう。待ってます。バイバーイ、バイバーイ。